最高。もうなんかける。ありがたいわ、わっしょい。わっしょい。ありがたい。ありがたい、マジありがたい。面白い。あれ面白いもんね。うん。まさかこんなにでもヒットする。人はね、いないもんね。いないって言ってたしね。ヒロミしかいなかった。うん、でも、大橋さんに、だからこの間ね、うん、もらったっていうのを先週言ってなかったな。もらったのを挨拶、ありがとうございますって言ってなくて、はい、先週はどうもありがとうございますぐらいしか言ってなかったから、今回出るかな、来るかな。コメント来たら、うん、じゃあそう、挨拶でしょ。マックだよね。マックもらった。那覇から来たんでしょ。すごいですよね。すごいよね。あの時だよね。8時の特番だよね。そうですね。いやそうなんで結構な夜ですか 9時過ぎだから、うんね、いやーもうありがとうございます。武蔵さん何か伸びてきてる感じがする。気のせいかスケベだから髪が俺なんか伸びてきてスケベだからかとか昔なかったスケベはなんか髪の毛が伸びるとかって、うん、なんでなんだろうね。そんな言い方したんだろうね。意味わかんない。意味わかんないね。科学的根拠は絶対ないのにね。なんであんな言い方するのかね。不思議よね。スケベだからなんで。はい。あ、耳もか。じゃあ行きますね。はい。あ、そっか。ごめん。まだ原稿も覚えてないという。時刻は10時半を回りました。ハジチの戸締まりの時間です。MC は私ハジチと、はい、ミキサーのまなみです、はい、よろしくお願いいたします。この番組は、メッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmkinoman.com、また FM キノワンの方ではツイキャスト YouTube ライブで映像と音声をネタ配信しています。FM キノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。でこちらツイッターの方も連動してますので、たくさんツイートしてください。でまたスマホですが、スマホの場合はリスンラジオまたはマイチューナーのラジオで聞いてください。でパソコンでお聞きの方は FM キノワンのホームページに再生ボタンがありますので、そちらの方もお楽しみいただければと思います。はい、はい、今日は収録放送ですね。そうです、収録放送です、はい、そうなんです、はい、ただこの収録の時にね、今ツイキャスをやっているので、うんうん、そこでもしコメントが来たら、そうですね、はい、思っておりますが、はい、思っておりますが、皆さん、はい、聞いてますかね。さっきからも本当にも、ね、どうですか、うんうん、最近は、うん、最近は何だろうかね、飲みたくなって飲んでる。なぜかわからない。暑かったからこの家 で, す家で、そう、宅飲み、うん、なかなか、まあ、宅飲みするけど、そんなたくさん飲まないんですよね、うん、だけどなんか宅飲み結構最近よくやってるから、珍しいなと思いながら、そう、眠たい、なんか多分内地のあの暑さがやばかったからかもしれない。あれからなんか飲んでるもん。名古屋、大阪、そう、三重の方もそうだった。暑かったどころじゃなかった。もうなんか湧いてくる汗が吹き出るわけ。でしかも日差しも痛いんですよ。うん、だからうわーとっても暑いと思って。でその夜はちょっと飲んじゃって、うんうんうん、はい、っていう形をとってたら、うん、それが今続いてるような感じがする。帰ってきてそのまま、そのサイクルが、うん、サイクルが続いてる感じがする。いつになったら止まるんだろうか、うん、というなんか止めたい、止めたい、止めたい、止めたい。であれですよね、この
先週は占いバーも、うん、うんうん、そう。あの時は、はじちさんは一応飲まない。うん、ノンアル飲んだ。でいて、あすかさん、で、この土曜日がね、はい、あの収録、あ、はい、収録終わった。先週の水曜日終わった、うん、だから何日前、うん、2日前土曜日って、ね、そうですよね。そうでエールさんの第3土曜日だから私が担当日で、うん、で行ったら行ったでそうお客さんがいらっしゃってて、はい、あのセッションの方待っててそう事前に予約があった方もいらっしゃったんですがその前になんかもういらっしゃってたんですよ、はい、で暑かったからもうティッシュで拭いてから来たんですけど、はい、ここにティッシュからのぼからないんだから、ほんとに全然、やべえ、なんか、でもさっきベロベロなんかついてたから、もう一回見てみようと思ったから、うん、そう、セッションする前にちょっとトイレでもいっぱいここに、うん、それで挨拶したんだけどね、行ってくださいって感じだったけど、でも、うん、でも、そうそう、話よく脱線するの好きだからなんだけど、そう、ノンアルを飲んじゃったわけ、そこで。美味しかった、ノンアル。美味しいね。何飲んだんですか？オリオンの、はいあのフリードリンク、青いかの、うん、ありますね。うん、あれ飲んだ。美味しかった。じゃあ最近あ、ノンアルもそういえば飲まないなと思って、うん。お酒もあんまり飲まなくなったんですけど。そうなんだ。ということは、飲んでた前は飲んでた。飲んでた。だけどそこまでペースがめっちゃ早いとかっていうわけでもないんですけど、うんうん、まあ、ちょびちょび飲むみたいな感じだったんですけど、うん、最近はお酒飲むこともあんまなくて、うん、あんまというかほぼなくて。うんノンアルも飲まない。マジ？そうですね。ジンジャーエール。ジンジャーエールできる。マジか。いいですね。なんかノンアルの話聞いたらちょっとノンアル飲みたくなっちゃう。ノンアル良かったですよ。美味しかった。びっくりしちゃった。気持ちはじゃあ。うん。酔ってる感じ。で、そしてお客さん待ってる間に、はい、ああ来ちゃったと思って。でも終わった後また。いいですね。はい、よかった、毎月やってるんですよね。そうですね、毎月やってますね。うん、だからこの週ごとで、はい、土曜日の、ねうん、週ごとで、担当されてる采配を担当されてる方がね、いらっしゃるので、はい、行って、うん、いいですよ、はい、皆さんもノンアルあの、で、はい、飲みに来てください。お客さんも逆になんか飲みながらやる人とかもいるってことですか？うん、あ、多分そうだと思います。私のお客来ていらしていただいたお客さんはやっぱりコーヒーとか、うん、ソフトドリンクとか、ちょワンドリンク、ワンオーダー制になるので、うん、ドリンク頼んでいただいて、まあ、セッションを受けるっていう形になるんですけど、はい、うん、よかったです。はい、ちょっとぜひね、あの、うん私の周りの私の担当している番組のパーソナリティさんも、うん、なんかこのはじちさんのやっぱセッション気になるっていう方がちらほらいて、あ本当ですか、はいうん、気になるっていう時が多分タイミングでしょうねサインでしょう ね自分自身の、うんうん、昨日そのエールさん来てた人も2人、うん、気にどうしても気になってみたいなっていうことで、あの、はい、おっしゃってきてたので、うんうん、おすごいいいタイミングだったと思いますってことでお話しして、ちょっとすっきりしましたって言って、お客さん帰られたんですけど、はい、よかったですね。そうですね、うん、結構ガチャガチャにこう枠の中で自分の枠にとらわれて、うん、ずっといるような感じだから、うん、もうね、自分の中でもキャッチボールが頭なんか始まっちゃってみたいな、うん、なるから、ここが解放されれば、あれっていう形になるので、うん、そこが今まで気になったら 薄くなって気にならなくなるから、はい、そうそう、そしたらまたそこにとらわれなくってまた自分が行きたい方向に進みやすくなる、うん、うん自分の中でじゃあやっぱこうなんか蓋をしてるじゃないですけど、うん、なんかそうイメージできる部分が多いんです。そう、それがなんか新宿みで出来上がってるんだよね、うん、ってなる。だから仕事のどうしたらいいんでしょうかとかね、うん、あったりとかするけど、なんでそう思うのかなっていうところがアクセスする、私は。うん、ああ。だって、そもそもっていうところを見ないと、うん、ずっとこう、まあ、頭多分切り替えたとしても、うん、多分、また何かのタイミングで何かが出てきたときに、うん、わってまた出てくるような感情がね、うん、大丈夫なんだ、これでいいんだろうかとかね、不安になっちゃうから。うん、だからその根底になんでそう思うのかなというところにアクセスしていって、ああこれかっていうを見つけてそこを解放するっていう形をストレッ、そしたらそこの不安だったところが、うん、ん思い出しにくいみたいな、おー、うん、っていう形になる。前までは頭の中を支配してたのに、そう
それがなくなるから、うん、おかんみたいな、おかんみたいな、そう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 だね、おかんみたいなさ、あんな感じだよね、イメージ的にはね、うん、になっちゃうからね、うん、面白いかと思うわ、うん、やっぱ人間関係が多い、うん、多いですよね、うん、人間関係だでしょ、うん、職場の方もそうでしょ、うん、人間関係もそっか、いろいろありますもん、ね、あるからね、だからそういったあのなんだ家族間の方もね、うん、人間関係になるし、はい、お子さんのことで悩んでいても結局お子さんも、結局自分の目の前で起きてることだから、うん、だから例えばお母さんってなったとすると、どうにかしてあげたいという気持ちも分かるんだけど、うん、お母さんの内側を見ていった方が早い、うん、お母さんと子供はつながっているので、うん、でお母さんを見ていくっていうことをしていく、うん、そしたら自分の内側のエネルギーが投影されてるわけだから、そこが子供の方もなんか変化が出てきたりとか、うんうん、これがなんか面白いですよね、なんていうんですかね、その直接的にその子供をやるわけじゃないけど、うん、親をこう親の猫を表情化したら、うん、なんか自然とここもっていうのが、うん、そうですね、面白い、面白い、不思議だなと、うん、連動しているからね、うん、これが旦那さんにしても一緒、うん、だから自分が反応してる、自分の目の前で起きてることだから、うん、そのわーってなってる自分の感情をちゃんと見て、じゃあこの現実的に起きてることの根底は、うん、みたいな形で探っていくっていうと、また、うん、ちょっと変わっていく、まあ、時間はねかかったりとかする時もあったりするけど、うん、その時の感覚が和らいでるので、苦しいとかね、いろいろあったりとかしてもそれが和らぐから、そこにとらわれなくなっていく、うん、そうそう、だんだん見えてくる、うん、そう、現実の方も変わったりするね、時もある、はい、時もあるとおかしい方だけど、うんうん、あ、その人のタイミングだしね、うん、そうであるし、自分はただパイプになってるだけだから、うん、その人が OK 出したものしかできないので、うん、そのクライアントさんの、うん、そう、なんかそれをやっていく、淡々とやっていくって感じ、うん、うんなるほど。でござる。はい、でござる。最近は、なんかちなみにどういったお悩みが多いとか、うん、ああ、あるんですか、ね、はい、あれはね、女性性よ、女性性。女性性。女性性。いいですね。来ました、来ました。そう、ガチガチにね、はい、まあ、現実的に見たら、お家のこともしないといけない。うん、仕事もしないといけない、子供の世話もしないといけないっていう形でずっと、そこの方ガチガチになっていて、うん、それ現実当たり前な感じで、ね、やらないといけない、ね、うん、ことでもあるんだけど、自分を結構ないがしろにしてて、で旦那さんの顔色を伺いながらっていうような形でずっと生活をしている方だったんだけど、うん、結局いつかちょっと爆発をしてちゃった、うん、でも仕方ない、うん、それも自分で責めるわけ、また自分で自分を、いや、もう、爆発しちゃったみたいな感じで、そう。だから、その時にうちのところに来たのかな。でも大変な、もういろんな感じのね、こともね、お話しされてても、すごく、ね、本人で自分のことを責めながらで、やってる方ではあったんですけど、で、ここの方でもいろいろ、いろんなものをやったよね、もう本当に。そう。親の、これ、ここもそうですよ、親の愛情の方も。あったりとかもそうだけど、うん、自分は、認めてもらえてないとかね、そこが連動して親の方に入っていったりとかするんですけど、うん、だったり、あと何があるんだったっけ、認めてもらえてなかったりとか、うん、あと尽くさないといけないだったりとか、うん、あ、なんか忘れてきちゃった。で、まだいろいろあるんだけどね、うん、あったりとかして、で、携わって、そうやっていくうちに、だんだん自分のエネルギー、本人の中の、ね、変わっていく自分がいるわけですよ。で、そして自分の中の方に、愛されてはいけないだったりとか、尽くさないといけないだったりとか、うん、なんかいろいろ出てきたりとかして、そこで女性としての、制限してた自分の枠が、うん、まあ、外れたというか、うん、解放されるようになってきて、
結局もう今から自分のそう、うん、もうパートナーを探すっていう形になって、ああ、うん、っていうかもう、そう、内側からのフェロモンがすごいんですよ、うん、でめっちゃ驚くほど変わった感じ、だいぶ変わってる、だから声もかかってくるんですって、ああ、ね、やっぱでもね、フェロモン出てたら、ね、魅力的に見えるから、ね、うんうん、そうなんだろうね、すごいよね、最初とちょっと比べたら、うん、うおーおー、すごいこの方のから見てて、ああよかったなとかと思いながら、結局自分の本当のね、うん、本来の生き方っていうかあり方っていうところの方になんか進んでいってるので、うん、うん、よかったと思って、うん、そう見てる、うん、そういう変化もある、あるということですね、そうですね、うん、あった今つくづく見て、はぁはぁはすごいなって思いましたが、って思いました。でもね、なんかこの、やっぱお母さんとかってそういう人が多いのかな、結構って思ったりもしました。うんうん、そうですね。やっぱこの子育てとか、家庭を見なきゃみたいなのにとらわれてるイメージが結構強いというか、うんうん、なんか世間的にもそうじゃないですか。うんうん、確かにね、本当よね。うん、そうなんだよ。だから、うん、まあ、それがね、悪いっていうわけではなくて、うん、そこを通しながらで、その、体験してる感情、うん、まあ、ここで感じる感情なんだけど、ボディの内側で。うん、っていうふうな形を、まあ、やってるんだけどね、うん、なかなかそこはまず置いといて、で外の方で一生懸命、うん、やっぱり家族のため一生懸命頑張ってるわけだからね、うん、それも全然 OK なんだけど、うん、やっぱりその方のタイミングはもう今回そういうのがタイミングだったっていう感じになる、うん、ここでちょっと一曲いきましょうか。そう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 、あっという間に時間がなってるんですね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、ハートです、ハート、ハートのアローンです、お願いします。うわー、はい、ハートのアロンだ最高だな痛い痛い痛い、すごいチュルチュルだから、なんとかなんとかみたい、なんだったっけなんかこう指揮してる人だった、あー、はい、あの指揮者の人、違って似てないなんか似てない、色がでもなんか前より落ち着いてきたでしょ、落ちてきて、そう落ちてきて、ちょうど今この色を出したかった、ああじゃあ最初はやっぱちょっとこういういいんですよ、そうそうそう、だからこの色を出したかったから、うん、ね、この色いいですね、いいですか、よかった、ちょっとね部屋の中で見たらちょっとあんまりわからんかもしれないけどですよ、うん、そういうことがありました、はい、はい、でも曲が終わったら、うん、あと8分7分とかなんですけど、うん、そっか、あとは何話しようかな、告知とかはあります、告知、あ、告知ありましたよ、そういえば、あ、そう、参加するイベントが確かに、
30秒で終わりますね。マジか、ちょっと待ってよ、はい、今調べてる、やばい、そうだった、じゃあ行きますね、はい、ハートのアローン、うん、はい、なんかもう思い出深いですか、思い出は、うん、ないなんだけどよくなんかそう、うん、カラオケでムーニーでね、うん、歌ったりとか、うん、するの最近はそういうの歌ってないな、このあのムーニームーニームーニー、喋れちょっと言ってる感じです、そうです、そうそう、デジボシあムーニーかっこいいですねでしょもうそんな感じを、はい、ということで、もう残り番組もあと6分ちょっとになったんですけど、なんか告知とかはありますか？でセッションの話言いまして、うんうん、きっとねリスナーさんでも気になってる人とか、うん、もしかしたらピンとくる人がそうねいるかもしれないね、はい、インスタ流してたらまた良かったのかな、あライブね、そうですね、ねインスタライブしててもよかった、よかったね、いいか今度やりましょう、今度ぜひそう、そしたら、あや、どこに行ったかな、告知、そう、はい、そう、10月、わ、すごいね、もう10月だよ、やばいやばい、早いね、はぁ、ほんと？いやぁ、10月、そっか、じゃあ、1、2、3、4つ、10月4つイベントをちょっと入れてしまって、で、10月のその19日と20日と翌週の26と27っていう形で入れてるんですけど、すごい詰まってますね、そうですね、なんだこれ、で10月の19日の方が、はい、宜野湾市の内泊り公園、あ公園では公民館、公民館、うん、その花ステーションっていうふうな形でやっていて、そこのイベントの方に11時から4時までっていう形で出ます。うん、でそして翌日の20日が、宜野湾市の方にあるレンタルスペースの、はい、ザ・プレイス、そうっていうのがあるわけ、うん。2階建ての家をレンタルスペースしているところがあって、はい、そこの方の、イベントの方にハロウィンっていう題で、そうなんか仮装をなんかしてきてって言われたんですけど、はい、仮装したでどうなんでしょうかこのどんな感じでやればいいんだね、そう、はい、そこで10時から5時まで出るっていうところと、うん、あとはその翌週の土曜日なんかそう。そうね、これうるま市の方でやるんですよ、はい、ラブ&ライトジャパンっていう沖縄っていうところで、はい、そこの土曜日の26日の方はユラテクっていう文化本当、ね、うん、そう、そこの方でなんかやるんだってやるんだって聞いたことなっちゃってるそうだよ、1時から7時まで、うん、ちょっと夜の方までね、そうですね、そうやってる。翌日の方もうるま市、はい、活連か、はあ、活連、これは浜中っていうところだそうです、うん、そこでちょっとやること、これもなんか仮装したいですねいや、わかんない、それはないとは思うんですけどそう、仮装するって、そういえば、うん、FM さんも仮装とかなんかあるんじゃないですか、あるんですよ、多分うん、実さんは、その、たぶん、27月曜日だから、29の水曜日、29の水曜日、たぶん、
何があるの ?29?30? の時にぜひ仮装して放送をしてほしいなと。この1週間は仮装してハロウィン。マジ？え、それは何 ?9月の ?29 日、来月の ?10 月の来月、ハロウィンがある週。ハロウィンっていつだったっけ？ハロウィンは10月31日。ごめんごめん。あ、じゃあその、え、23と、え、じゃあ、最後の週、ね。最後の週に、はい、最後の週の放送は、ぜひ、仮装で。仮装して、放送してもらえたらなと思います。ああ、そうなんだ。はい、うん。多分、もしかしたら、いつもインスタで、にアップして、うん、その、いいねが多かった人に、うん、なんか景品を用意してるんですよ。うん、今年はちょっとまだ今どうなるかわかんないんですけど、うんうん、インスタにアップして、FM ギノワンのインスタにこの仮装したパーソナリティさんの写真を上げてアップするんですね。それをリスナーさんがアップして、そのいいねの数で競う。へえ、すごいね。そういうのもあれあれ、うん、あるんですよ。はい、ぜひ。そうそうそう。買いました。来ましたね。10月はだから忙しいですね。忙しいね、仮装。しかも後半忙しいですね。そうですね。後半来てます。っていう形で。ぜひイベントに来れる人は、はい、イベントにも足運んでいただいて、うんうん。そうですね。どんな感じのものかなっていう形でね、うん、セッションを受けるのもいいかもですね。そうですね。そう、受けてみて本セッション、そう、普段はね、自宅でセッションしてるから。うん、なんか本当に変えたいっていう人、うん、3時間セッションがあるので、はいはい、あと1時間枠、うん、とあるので、うん、そちらで検討していただいたら、はい、いいかなと。もう嘘でしょ、もう1分1分そうなんだ、はい、っていうところでございます。はい、じゃあまた来週は生放送ですかね。ん、10月の、そう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 、最初は、ね、そうです、そうです、はい、なります。のりさん来る予定だったけど、でもなんか、はい、違う方が、はい、来るかもしれませんので。ゲストさんがいるかも。はいはいはい。というところです。はい。よろしくお願いします。じゃあ今日もありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。はい、よかった。終わった。無事に終わったよ。